はい、あつしです。はい。はい、きてです。はい、あいここです。はい、ということで <laughs> 今日はですね、デビューをされてね、今中級行かれてるお二方にいろいろちょっと聞かせてもらおうかなと思っております。よろしくお願いします。いますはい、じゃあまずはあいここさんから、今月、今10月なんですけどね、はい、最高売上を 叩き出されたということで。何かあったんですか何かあったというよりは、8月はちょっとあの、娘、4歳の娘がいるんですけど、幼稚園が休みなので、ちょっとあんまり仕事できないなと思っていて、まあ、ちょっと休み加減というか、ゆっくり家で過ごす時間が欲しいなって思ってたんですね。で、そう思ってただけで、特にあの、受付を止めたりとかしたわけではなくて、なんですけど、 たまたま新しいお仕事はそんなに入ってこなかったんですよ。だからうまいことできて。はい、で、9月はいつも私アレルギーでちょっとしんどいんですね、体調が。で、9月もちょっとのんびりしたいなと思ってて、そしたらそんなに仕事入らなかったですね。はい、<laughs> で、10月からは頑張ろうって決めてたんですよ。で、10月からはきっともう体も、あ 筋トレを始めたんですけど<ー> <laughs> ずっと考えてた筋トレを始めましてジム行ってで整えつつ10月から頑張るぞって思っていたら10月はえっとデビュー6月にデビューしたんですけどそっから数えても一番売上的にも一番伸びたし自分の心的にもこう順調にアニコミができていい月になりましたね。 何かこう、すごい投稿を増やしたとか。あ,うん、あ、もうある、ちょっとだけありますか、うん。投稿はむしろ頑張っててなくて。はい。まあ、インスタで私、あの、アニコミの紹介というか、こんなアニコミありましたってご紹介してるんですけど、まあ、インスタだけですね、紹介してるのは。なんですけどおそ、遅いというか、あんまり投稿できてなくて、ただ、意識を、投稿しなきゃ投稿しなきゃって前は思ってたんですけ、ね インスタ見てもらわないとあかんし、お客さん来てもらわないとあかんから、頑張らなっていう意識で、早くあげな。あ、この人も待ってくれてるから、この人のアニコミも、このワンちゃんとのアニコミも早く載せなきゃって思ってたんですけど、それをやめて、自分が載せたいと思ったタイミングでいいやと思って。で、私とつながる人は見つけてくれるはず。うん、<laughs> 私が、あーって頑張らなくても、きっとご縁のある方は見つけてくれるはずって思ってたら、 ポン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 と10月入って結構は新規様いっぱい増えていい感じでできてます。いやありがたいことですね。そうなんです。コツって何かあるんですか？コツはだからやっぱり自分の気持ち次第というか自分の心で決めることかな。うんやるぞって。そうそう10月頑張るっていうのと焦りを持たずつながる人とはつながるから。 えっと、その繋がった、まあ、要は申し込みいただいた方を大切に向き合って、一番何が聞,き聞いたらいいかなとかいう、まあ、アニコみで聞きたいことをお聞きするんですけど、まあ、それで本当にこの質問でいいですか本当はこんなこと聞きたいんじゃないかなって感じたこととかも結構突っ込んで言っちゃうんですよ。そしたら大体、ああ、実はこういうことがあって、こんなことも、 ちょっと心配というか、気にかかってましたみたいなこと、本音を言ってくれはるので。そこを聞き出してから、アニコミするようにしてます。本音を聞き出せてるから、うまくいってるっていう可能性があるかもしれないですね。そうですね、なんか仲良くなれてると思います。はい、ありがとうございます。<laughs> じゃあ、えっ、ー、と、恵子さんにも、お伺いしていこうかなと思います。はい、はい、どうですか、えー、お仕事の方ですよね、はい、順調に。 いけてるんですかそうですね。まあ私も愛さんと一緒で、あの、ちょっと9月は、あの、ちょっといろいろありまして、バタバタしてて、ちょっと時間的に、あの、できないかなっていうふうに思ってたんですけど、それさ、うまいこと、あの、ご依頼があんまりなくて、で、10月になってちょっと落ち着いて、あ、もうそろそろ今から頑張ろうかなって思ったら、またバタバタバタっとご依頼が来て、 あなんか、すごい、こう、うまいこと、こう、流れてるなっていうのをすごく感じました。い<や>はい。いや、結構ね、このお二人は、すごい、ずっと順調に見えるんですよね。自分で調整されるっていうんですかね。普通はもう、仕事が欲しいけど、なかなか入ってこない状態なんですけど、お二人は、なんか、おおちょっと今月はちょっと、あの、少なくしようかなっていう、<laughs> こう、余裕があるわけなんですよね。そして、ちょっとやろうってやって、 思った時にもお客さんがまあしっかりとついてくれてるっていうのもあるのかなと思いますよね。うん、何かこの特別募集したとか、うん、何かこの投稿頑張ったとかっていうのはあるんですか、うん、いや、別に特に何かを変えたわけはないですね。ただ投稿は、 やっぱり時間かかるんですよ、私。はい、あの、一個一個 <laughs>。すっかり、あの、投稿されてるんでね、うん。あの、うん。で、そこを一番メインにして、お話ししたとこのね、内容を伝えたらいいかなとか、あと、このワンちゃんや猫ちゃん、この子たちが一番言いたかったこととか、なんかそこを拾い上げて、なるべく短く、自分の中ではこう、作ったりとかするのが、すごく、結構時間かかっちゃうんですよね。 でも1個あげたらもうそれがずっと残るわけだから、はい、結構1日ぐらいいかけてて <laughs> て作っっまますすすねそこはすごい頑張ってます、はい、あとは何かお仕事をする上でのコツ、うん、とかって何か心がけてることってあるんですかあまあ基本的なことだけどその飼い主さんがその子から聞き出したいことっていうのは一生懸命こう聞き出すんですけど。 その子によるんですよね。あの、その子が、あの、あ、それ、これ以上喋りたくないなっていうのを。私はすごく聞きたい時あるんですよ。もうちょっと。それはどういう意味とか。本当はこうじゃないのって、こう、聞きたかったりとか、いろいろあるんやけど、その子自身があんまりそっから触れてほしくないとかって思った時は、うん、私はあえて聞かないんですよね。うん、とにかく、 まあ、カエルさんが聞いてほしいこととかは、私はとにかく答えるんですけど、それ以上深くっていうのは、その子にもよりますね。そこをもうちょっとこう考えたりとか、もしたりとか。そこまで何かを意識をされてるわけじゃなかったりとかするのかなと。そうですね。なんかもうこうしなければならないとか、うん、ここまで聞かなければとか、あんまりそこは考えずに、もう自然にその時その時の、 臨機応変に <laughs> 対応してます。はい、ありがとうございます。はいはい、はい、ということでね、お二人とも,もデビューされてお仕事にされているので、また YouTube にもね、概要欄に、えっ、ー、と、お二人のね、インスタをちょっと貼らせてもらっとくので、聞いてもらいたいなとかね、いこさんに何か聞いてもらいたいっていう時は、その概要欄からね、ちょっと飛んでいって、えー、ぜひチェックしてみてください。 はい。ということで、えっ、ー、と、中級に行かれているお二人に来ていただいてお話を聞かせていただきました。ありがとうございました。ねねね、バイバーイ。